い、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はキリンの、第3のビール、恋のどごし生です。これね、飲んだ気をするんだけど、飲んでないですかね。どうだろう。アルコール度数 6%、 極上のコク、原材料がホップと糖類と大豆タンパクと酵母エキスとなっております。なんか飲んだ気もしないでもないんだけどな。まあいっか。まあいろいろね、第3のビールいろいろ出てますからね。飲んだかどうかもよく覚えてない。そしてカピー。あ、これあれだな。あ、これはちょっとあかんな。これあれだ。あの、ノンアルコールビールのあの酸味、ノンアルコールビールにそっくりだな、味が。ノンアルコールビールのなんか酸味みたいなのはあるじゃん。そういうなんかあれに非常に似てる。セブン&アイ限定商品、2018年の7月の10日発売となってます。のどごし生史上最も濃い味わいだそうです。キリンビールの特許技術であるブラウニング製法が引き出す味香り、黄金色の液色を、濃く仕上げ、厚みのある飲み応えと濃い味わいを実現しました。あの酸味が結構あのきつい、えぐい。えぐい上に、あの、濃いって書いてあるくせに、全然コクがない。あの、第3のビールじゃなくて、第4のビールじゃないわ。あれだ。ノンアルコールビールみたいな味わい。と、さらにこの、大豆タンパクによる、この喉越し生ってそもそも俺嫌いなんだけどさ。あの大豆タンパク使ってるから嫌いなんだよね、のどごし生。で、その大豆っぽい風味、大豆のようなあの風味があり、あのまずい、実にまずい、簡単的に言うとまずい、実にまずいです。う、まずい。う、気分が悪くなる、これは。まずい。あの、捨てたいレベル。あの、全然、あの、コクがない、さっぱりとしてる。るんだけど、あの、酸味もなんか、香りがなんか、あの、ちょっと、酸味が効いてる香りみたいな。自分でも何を言ってるかよくわからねえけど、あの、喉越し生とかのこの大豆タンパクを使っているね、原材料にね、大豆タンパク使ってるやつは大体この風味なんですよ。うん。あの、ドラフト1とかさ。もそうなんだけど、これはちょっとあれだな、まずい、もうまずい、震えるレベルのまずさ。あのドラフト1よかギリギリあの吐くレベル
もう捨てるレベルだとドラフト1っていうあの第3のビールがあるんですけど、ドラフト1ってどこの会社だっけ？ドラフト1札幌ですね。これも実にまずい。あの大豆のね、大豆タンパクを使ってる。これ、あ、エンドウタンパクか。こっちはあれですね。エンドウタンパクを使ってる。で、なかなかないんですよ。まあ、いわゆるエンドウ豆、もう豆じゃん。で、大豆も豆じゃん。だから、どっちも豆科の、あれを使ってる。やつは、だいたいまずい。これは、好き嫌い分かれるんじゃない？だから、エンドウタンパクっていうのが、好きか嫌いか、大豆タンパクが好きか嫌いか。うん、薄い。とにかく味が薄い。味がものすごい薄い上に、あの変な風味もあって、実にまずい。これはきついな。捨てていいっすか。捨てていいっすかねって感じ。ああ、なんでこんなまずいんだろう。普通の喉越しと何が変わってんのかってわからないレベル。何が違うのこれ、普通の喉越しと。まだ喉越しの 7% のあのストロングなやつが全然美味しい。まず。まず。なんかあれなのかな。俺はもしかしたらあの、あ、豆乳とかも俺嫌いだからあれなのかな。豆乳とか、嫌いなんですけど、それの類が嫌いなのかもしれない。まあでも普通に豆腐とかは好きなんで、納豆も好きだしな。納豆も大好きなんだけど。まあこれは本当にまずいですね、うん、本当にまずいとしか言いようがない。どこが濃いのかって言われると、コクは濃くないんだよね。なんだ、全体的な風味がなんか香りとかがなんか増してるような気はするけど、むしろ、あの、その風味が嫌いな人にとっては、むしろ逆にまずくなっているという可能性もあるね。コクはほぼなし。甘み、苦くもないんだよな。うん。香りはまあ、あるとして。これはまずい。これ買う気は起きない。もう俺が捨てようかなっていう、思ったレベルなんで、これはまずい。一つ星でいいよ。もう捨てようかなっていう思いが出るほどまずいってことは、一つ星でいい。2331です。ご視聴ありがとうございました。